ランチの昼今日なんなん？今日はな、どん兵衛のなそば。昨日ほらごちそうやったやんか。ほんで？誕生日でカニ道楽やったやろ。うん、せやな。で今日はな、うまいから売り上げナンバーワンのどん兵衛のそばにして。美味しそう。美味しそうやろ。うん、でどん兵衛大好きやもんだって知ってるやろ、うん、パパもめっちゃ好きやったよ、うん、大好きや。やっぱりあれやな、親譲りっていうのはそういうところやな、うん、もうあ、ちょ早かったかなこれ。さっき入れたとこやったっけ、うん、これ、うん、お湯、うん、あ、でもまあ片面でいいか。じゃほら、まあいけるか。姉ちゃんは何してんの今。計算。何の計算？あ、そうか、もう申告やもんな、うん、カタ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 言うてんで、カタ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 言わし、どうせまたあんちゃんもせなあかんねんけどな。それが大変だよな。もういけるかな。いただきます。今日はもうお昼はどん兵衛のそばで。すみません、くしゃみ出る。また一味いっぱい入れてんちゃん。うん、一味はもうちょっと今日入れてない。まだ、あ、そう、まあいいや、なんもない。一味はまだ入れてないよ。ちょっとか固まってんな。いただきます。うん、おいしい。あ、寒いな今日。せやけどみんな今日大変やで。なんか移動してると人とか雪積もってるし、まだあのアンチのところはな何もないけど、でもちょっと行った大阪市内とかやったらみんななんか雪だるまとか作るぐらい降ってるみたいで。交通結構乱れてるみたいやから、昨日はほんまにあのみんなからお誕生日のメールとかいっぱいもらって、もうありがとうございました。あの51歳、エンジョイします、楽しみます、みんなと楽しみたいと思います。でまたこれからの季節、あのアンチの新曲海峡雪しぐれ、めちゃめちゃいい時期に入ってきたと思うので、またキャンペーンでお会いできる日を楽しみにしております。今日のお昼はどん兵衛のそばということで、元気つけて頑張ります。うん、おいしい。